あー、タスクにかけてる時間があってますか、うん、そうそうそう、竹尾が頼まれば、ギリギリ、あ、え、あ、あ、あ、スキップしてスキップしてスキップしてたのに、俺、あ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 、クルーメイトじゃ、インポスターやりてえな。うん。あ、ちょっと待って、これナビゲーションやりましたね、これ。やんわり越山、早いね。はい、竹尾です。竹尾さん、どこで死んでた？ナビゲーションですね。福野さんの死体がありました。ナビゲーション2人いたのはアルミで見てた、うん、俺近くは通ったな、うん、ナビ通ってないですね、全然。O2 やって、うん、そのまんま外に出て、はい、リアクターなった感じやったかな、うん。竹尾支店だとやんわり越山が2人で並んで、うん、シールド方面から左に抜けてったのを見たんですが、はい、どういうあれでしょう、2人で仲良く殺したりとかしました？してないしてない。そうですね、僕はどういうルート行ったんだかな。これ大津右の、竹尾は確かにすれ違ってる、コミュニケーションの前ですれ違ってる。大津右のルートに出て、そのままシールドの方行こうとしたらリアクター鳴ったんで、でシールドで落ち合ったんやったかな、ヤンワリさんと。でしたかね、その辺で、あ、後ろついてきてる、ついてきてるって思いながら僕が先行してましたね。うん、おし、やったん？やってねえ。他に、そうか、そうなると俺すげえ怪しいのかもしれない今。いやー、そうなんだけど、ただ他に右行った人いないのかな、そうなると。でもナビゲーションに2人いたのよね、うん、2人いたのは見てたけど、なんか、そうだ、それがみくもさんと犯人ってことか。アドミンに4人ぐらいいたんだよ。僕とヤンワリさんと竹尾さんと、うん、はい、と誰だったかな。それはその完全に同じタイミングでですか？同じ、いました、いました、なる前かな、はい、うん、あ、いや、そのナビゲーションに2人いたのと同じタイミングですか？わかんない、わかんない、一緒に見たけど同じとこに会えたけど、うん、のかな。さあ、投票だ。楽しそうだな、竹尾さんだけ来たねー。はい、来ると思った。では、お願いします。ちょっと動きがガチすぎたかもしれない、今のはな、反省だな。さすがにガチすぎたかもしれん。僕はアドミン見てなんですけど、2人から1人に一瞬になるやつはね、2人から1人に一瞬になってまた2人に戻るやつね、あれキルのやつなんですよって、完全にもう分かってる人間の行動だったからな。うん。おお、早い、もう二人。ジェモン通報、ね、通報です。はい。残念ながら、ベントに入る瞬間でした、誰かが見れなかったです。どこですか？ですね、エレクトリカルのコーナーですね。うん、あ、左上、あ、シールドにいたんですよね。シールドいて、そこで暗くなって、うんうん、でストレージまで行ったら明るくなったんですよ。これ絶対誰かやってるやろと思って、エレクトリカルの奥の方タスクついでに行ったら、はい、オレンジが、はいはいはい、ラスコーさんが死んでました。そしてそこでベントが一瞬だけ動きました。ごめんなさい、もうちょっと早く動いておけば。惜しいや、申し訳ない。
そう迷ったんですよ。だからちょっと置いといて、メッドベーカーセキュリティ誰か人目撃者いるかなと思ったけど、多分入った瞬間なんで誰も見れてないですね。うんうんうん、はい。ね、竹雄視点だと一人ね白出せるんだけど、ポポロンさんがね、はい、竹雄がセキュリティでカメラ見てるときにポポロンさんがアドミンの外の廊下にいたから、うん、ポポロンさんじゃないと思います。うん、ああ、なるほどなるほど。アドミンね。はあ、はあ。それ。あれですか、やっぱ白を確定させた方が楽っていうことですかね、こういう時は。楽だと思います。その直前ぐらいまで多分俺アドミンにいたと思うんですけど、誰も見てないかな。ああ、まだ見てないな、俺は。ちょうどポポロンさんがいたぐらいだったからな。アドミンに入った時は、あの入り口のあたりに2人ぐらいいたと思うんですけど。誰か言える？ヤンマリさんやったかな、うん、アドミンの入り口のタスク誰かやった人いますよね、多分。あ、やったやったやった。あ、じゃあポポズさんかな。その時にあの俺アドミンの右のカードスキャンするやつやってたんですけど。うんうん。で、ゆめいきさんは。ゆめいきはね、ウェポンの方で仕事をして、ちょうどその時からずっとねポズさんと一緒にいたと思います。うん、一緒にいました。はい。で、停電になっててもずっと一緒にいて、その後下に行ったよね。そう、一緒にいたっていう、そうそう。そういう流れ自分通ったよね。通ってた数最終一みんな確認できてたらちょっとごめんなさい、うろ覚えで、ちょっとポザンとイチャイチャしてたんで、ちょっとみんな最終一致見とけ、インポスターか。ミュートします、ごめんなさい。すべてにおいてインポスターかって言っていく。はいはいはい、はい、しました。みんなの多分最終位置を確認した方がいいかなと思って、はい、はいはいはい、改めて押しました。最終位置は夢駅とポズはアドミンです。はい、はい、僕詳しい場所覚えてないんですけど右側です。まあシールよりは手前にいるはずです。了解です、はい、なるほど。僕はアドミン出て、廊下で終わったかな、ストレージに入るかどうかぐらいのところで多分終わってます、ね、どこですか。あ、アドミンから出て、そのストレージに行くかどうかってあたりで多分終わってます。竹尾ロアエンジンあたりですね、はい、セキュリティ見終わってエレクトリカル行こうとしてました。うんうん、で、夢行さんとポズさんが一緒だったんですか。一緒でした。どこで？ウェポンでイチャイチャしながら、そうですね、停電してそのままお互いの視界に入るようにカフェテリアに移動して、うんうん、そのままアドミンの何 T 字路のところに行ったくらいかな。ということはぼっちだったのはジェイモンと竹雄さんということですね。あ、小島も最終ぼっちですね。あ、僕もぼっちアドミンに入った時は人いたんですけど、出る時は一人だったので、うんうんうん、その多分だから入るときにいたのがポズさんと夢行きなのかな。そうですね、入るぐらいかそれぐらいの時ですね、うん、まああとは二郎で話合わせてる説もあるから。そう、あ、なるほどね。とりあえず今ジェイモンさんがその弁当見たっていう嘘をつくのはあんまりリスクだと思うからないんじゃないかなって思うんだけど、はいはい、あとなんかジェームスにいる2人が二郎で話し合わせてるんだとしたら、さすがにエレクトリカルで殺せないと思うのでないと思います。あと メタになりそうなんでちょっとあんまり言えないですけど、二郎って二狼ってことですよね。そうです。あ、はいはい、あとなんかジェームさんがあのタスクしてるのを時間的にちゃんとしてる気がするから、ちょっと白っぽいなとは思う。あ、タスクにかけてる時間があってことですか、うん、そうそうそう。ということはジェイモン竹雄がたらばギリギリって、あ、俺スキップボートしたのに、あ、スキップしてスキップボートしたのに俺、あ、さよならしい、ごめん、押してない、ミュートします。なんか釣れたし、ワロタ釣れて、ワロタワイの独裁政治や。投票率が低いから悪いんだよ。俺のせいじゃない。投票率が低いせいだ。
これなんか。はい、ごめんなさい、戻り。ちょ待って、ね。あ、ごめん、ごめん、ちょっと。すみません。すいません、ちょっと、本当にあれなんですけど、ちょっと一旦、リアル電話がちょっと来てたんで、ちょっとごめんなさい、はい、ミュートするの忘れてました。はい。なるほど。今これ音上のボタンなんで。はい、あ、なるほど。ああ、なるほどね。じゃあ投票していただけたということで、ちょっと。なるほど。はい。次からはこんなミスがない。でもさっきので、ね、僕たちは学んだと思うんですけど、スキップボートってとっても大事なんだなっていう。大事ですね。よく、私も失敗してるんですけど、そうで。そう、あの、もしかしたら関係ない人が釣られちゃう可能性ありますから、ね。そうなんです。それ、前回やったんだよ、自分。ただ星山さんが釣られた瞬間に僕らごめんって謝ったんだけど、謝るべきは竹雄ですよね。目線向けてたもんって。違う、あの投票率が低いのが悪い。日本の政治だよこれ。そう、前回の時やっぱり投票率が低いのがぶっちゃけ悪いんですよね。そうだね。システム上はどういうミスであれ投票しなかった人が悪いってことだよね。あの固定票を持ってる竹雄党が一党独裁になった。民主主義的には確かにあってますね。じゃあスキップします。かわいそう。あーやばい、音上票が。ミュート上やばい。一党独裁だよ。一党独裁だぞ。やんわり J モンした。いや、これ。こいつ。これ夢行きやで。みんな。今見た、みんな。夢行きやで。犯人。コミュニケーションかロアエンジンだったな今。俺死んでない。じゃあロアエンジンか、ロアエンジンかな。ここで閉まったら核だと思う。エレクトリカルか。いや、エレクトリカルだ。こいつやで、やっぱ。はあ、あ、もしもし、見た。目の前で殺された。竹雄さんが夢行きさんに殺された。え？なるほど。マジで。そんな。ガチで。びっくりした。え、もう俺だってリアクターついてますよ、だって。え、違うよ。私、だってめっちゃ殺されてた。ジェモンさん、はいはい、ジェモンさん一緒に行動してたじゃないですか。はい、リアクター向かう途中、はい、あの時滝を見てますよね、一緒に。見ましたっけ。見たと思います。僕は見ました、あの時。エレクトリカルに入っていく滝を見てます。ちょっと距離的に遠かったかもしれないですけど。ああ、自分ちょっとヤワリさんしか目に入ってなかったですね。ああ、なるほど。はい、僕見てるんでエレクトリカルは本当にそうだと思います。でかつジェモンさんには犯行は無理です。ああ、ごめんなさい、エレクトリカルでですね、リアクターエレクトリカルで、もうエレクトリカルのなんか前あたりで、はい、閉められてる時に竹尾さんがその向こう側にいましたね。確かに。そうそうです、はい、いいのか。そう、夢行き。僕は無理なんですよ。なるほど。で、うん、はい、私としてはもうリアクターもう来る直前だったぐらいなんで、はあ、ポポロンさんが。どっち側からですか？
下からですね。下から。ちなみに、はい、ポポロンさんどこで見つけたんですか、死体は。なんだ、あそこはどこだ、ストーリーあります、あの、うん、そう、見てるけどね、うん、ストーリー何のタスクを終了しちゃったんだ。タスクどこら辺でもいいですよ、位置的な感じで、うん、上下下げる。すごいまっすぐな廊下があって、うん、多分ストレージかエレクトリカル、うん、はいはい、なるほど、うんうん、まあ多分リアクター鳴ってるから多分その向かってる最中ってことですね。そこから有名機さんが来たとっていうことですよね。うんとね、私がね、あのタスクを終えてさあ次のタスクに行くぞっていう時に、うん、武雄さんがんあの骨出して死んで、竹を、あの、夢駅さんがいた。いやー、ポポロンさんが殺してそのまま報告したんじゃないの？違いますね、夢駅さんですね。私はびっくりしましたよ。これはポポロンさんが犯人かもしれないから。なるほど、これ続いた。そう、続いた。他のカードからみんな気抜かない。ミュートします。はい。おいこれ、仕事した、これ竹山さんね、えすいません、お前絶対選挙行けよな。俺選挙行く、俺ちゃんと選挙行く。ごめん、一個だけ、あのこんな視界広かったっけっていう 0.75 って。これね、前も誰か言ってたんですけど、あの初心者の目撃のあの圧には、はい、熱量には勝てないらしい。勝てないな。わかるわ。やべえ、熱かったね。でもね、もうどうしても竹雄さん殺したい思いが出ちゃったから、竹雄さんシュッてやっちゃった、うん、いや、もうアドミン出た段階で気づいたよ。あ、これ夢行けやって。あれ、ね、死亡部屋でね、あ、やったなって言うてました。死亡部屋、もう一人誰ですか。俺だよ。あの選挙で、選挙で、もう死亡部屋で、あの政治の大事さについて3人で語り合った。こういうゲームだったんですね。みんなでこの国の投票率を 100% にしようぜ。こんな事件は起きないんだから。本当にいい例だから、これが。いや、あの一票が楽しかったんですね、すごいな。すごいな、竹尾さんパネーな。そう、一票の格差。スナイプしてた。大事中なんですよね。いやナイスですね。いや、結果的には、うん、悪い政策だったから良かったですけど。普通側からしたらもうナイス。よくぞ見抜いたといった感じだったから。本当にお見事すぎた。そうそう。ちなみに後半自分ヤマリさんが白っぽかったんで、うん、ずっと一緒に行動したんですよね。ああ、そうなんですか。なんか結構黒目に見られるかなと思って。本当ですか。人と一緒に行動したいなって思ってジェイモンさんいたんで。はい、あの同じ似たようなタスク多分やってたんで。ああ、うん、早い。なんかちょいちょい記憶喪失を起こすんで、どこにいたっけって。黒くねえかなと思って、そう。結構人と行動するのも大事だけど、前、うん、あの人と行動して、誰だったかな、誰かと行動してたら、なんあれ、なんで俺やらなかったんですかって聞いたら、あの白角を欲しかったから、お前らって言われて。そうなんです。僕もだから、実はどっかで一回ポズさんに白角欲しかった。父さんからの白角欲しくて、ウェポンのあたりとかずっとイチャイチャしてたんですよ。そういうのもあるんです。そういうこともあります。気にはなってたこと言わな。いやー、いやー、面白かったよ。面白かった。面白かった。もう二度と起こしちゃいけないよね。あの、これ転倒したらさすがにまずい。あかんあかんあかん。